鳥取県企画番組気になる鳥取、鳥取県の気になる情報を調べて分かって好きになる番組、気になる鳥取、プレゼンターの森谷香菜です。今回のテーマは全入鳥取砂丘月面実証フィールドルナテラス。取材をしてみると気になるワードが見つかりました。鳥取県は地域の将来を支える産業の一つとして、鳥取県から宇宙産業を創出するというチャレンジを進めています。その一環として鳥取砂丘を月面に想定して実証実験を行う施設、鳥取砂丘月面実証フィールドルナテラスが今年7月にオープンしました。どんな施設なのか早速取材してきました。鳥取砂丘近くの鳥取大学乾燥地研究センター、この敷地内にルナテラスがあるということですが、皆さんまずお聞きしたいんですが、そもそもなぜ鳥取砂丘が月面なんですか？はい、県の担当者。鳥取砂丘は起伏に富んでいて、砂がきめ細かいんですよね。日本の中でも、一番月面に似ていると言われています。で、鳥取県はそれを生かしてルナテラスを整備していまして、鳥取砂丘月面化プロジェクトということでやっています。気になる日本にある月面鳥取砂丘、こちらが鳥取砂丘月面実証フィールドルナテラスです。平地だったり斜面があったり、ミニ鳥取砂丘みたいですね。ルナテラスは屋外施設としては日本初となる宇宙探査実証フィールド。月面環境を想定した3つのエリア、平地ゾーン、斜面ゾーン、自由設計ゾーンがあります。最大角20度という斜面ゾーンを歩いてみます。砂がサラサラして足元が埋まりますね。これが月面ですかね？そうですね。こちらで、はい、無人の惑星探査車であったりとか、あるいは、月面探査車用のタイヤを履いたバギーが走行して試験をします。通常は立ち入り禁止。気になる3つのゾーンで実証実験。今後のルナテラスの展望を教えてください。はい、ルナテラスや鳥取砂丘に月面探査に取り組む企業や研究者が交流するような場になっていくことが目指す姿です。それは鳥取砂丘月面化プロジェクトが目指す姿でもあるんです。気になる月面開発者の交流拠点に。いかがでしたか？ルナテラスについて様々なことが分かりました。ルナテラスの利用方法など鳥取砂丘月面化プロジェクトについて関心のある企業や研究機関の方は、鳥取県産業未来創造課までご連絡ください。鳥取宇宙で検索。これでまた鳥取県を好きになりました。気になる鳥取では SNS でも番組情報を発信中。気になるポーズ動画も募集しています。次回は8月12日、鳥取県の気になるをお伝えします。熱中症には気をつけよう。